おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2620です。はい、新年明けましておめでとうございます。今年もですね、よろしくお願いいたします。ということでですね、毎年恒例になっておりますけど、この動画のね、公開日が1月1日ということで、1月1日、まあこの数字、またはその年の干支ですね。2021年の干支は虎ということで、そういうようなものにね、絡むものをちょっと紹介していきたいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね、セイントクロスマイス EX のライブラ銅鼓ですね。これを紹介していきたいと思います。ちなみに、こうですね。銅鼓の子。ここがね、虎だったので、こいつにしてみました。というか、これぐらいしか思いつきませんでした。他にですね、思いついたものとしてもね、SH フィギュアーツのサガットぐらいしかなくてね、まあ、いいのがなかったという感じかな。はい。で、こちらのライブラ銅鼓に関しましても、動画がですね、かなり昔で、そろそろね、映像的にも厳しいかなということで、リニューアルもね、含めてちょっとやっていきたいと思います。はい。パッケージがね、こんな感じになっておりますよと。こいつの確かリニューアル版ってあったような気がするんですけど、まあそれじゃないですよと。なので、過去にですね、紹介したものを再レビューという形となっております。パッケージがこうです。横がこうですよ。で、後ろと。まあ装備状態、こちらですね。マスク装備状態とかね、こんな感じのポーズができるとか載っておりますと。で、さらに横ですね。ロザン百竜派って書いてますね。はい。ちょ、こんな感じですよ。で、上と。したという形となっております。はい、ということでですね、早速ね、開けていきたいと思いますが、上ですね、こちらから開けていきます。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。銅鼓本体と腕とか足のクロスパーツですね。で、次の段のところにこちらですね、オブジェフレームとか取っ手パーツ、腰、後回の表情パーツ、後回の手首パーツですね。で、腹部とマスク、そして胸部パーツと。で、こちらですね。こちらのね、マスクパーツ装備状態用の髪の毛パーツですね。で、次のところに武器関係がごそっと入っているよと。一応ここにね、オブジェフレームがありますけど、それ以外にソードとかね、トンファーとかが入っておりますよと。で、さらにこちらですね。ここのところに残りのスピアとかね、マント系があって、最後にね、こんな感じでちっちゃいケースになっておりますけど、こちらのところに手首パーツがね、こういう風に入っていると。こちらの手首パーツに関しましては、今回のね、銅鼓用ではなく、他のですね、11人のゴールドセイント用の手首パーツが入っていると。で、こちらですね、一応番号が振られているんですけど、これ自体はですね、説明書を見ないとちょっとわからないかな。確かね、この一番濃いやつがこれアフロディーテだはずですね。はい。まあ、一応こんな感じですと。で、あとは説明書系がね、こういうふうにありますよ、というふうになっておりますと。で、いつもの流れだと、オブジェ形態。そして装備形態というふうにね、やっていくんですけど、今回はですね、銅鼓がメインというふうにさせていただきたいと思いますので、今回は装備状態をやります。で、次回オブジェフレームをね、作っていくという流れでいきたいと思いますので、いつもの手順とね、逆なんですけどね、そんな感じで進めていきたいと思いますので、今回使用するパーツですね、そちらの方をささっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。ここのところにゴールドクロスですね。で、武器関係、手首パーツ、表情パーツと揉み上げパーツ。そして、銅鼓本体とマントですね。で、ここは収納時の武器パーツですね。で、オブジェフレームの一部用意してありますけど、ここにですね、シールドがついておりますので、まあ、この状態でね、用意したという形となっております。で、とりあえず、紙物ですね。こんな感じでありまして、1枚はチラシですね。こちらゲームのチラシかな。こんなのもありますよと。まあ、時代が時代ですね。PS3 のゲームですね。こういうのがあります。で、それ以外に説明書ですね。こちらがありますよと。セイントクロスマイス EX ライブラ銅鼓というふうになっております。で、こちらペラってめくるとこうなっておりまして、ここですね。パーツリストが載っておりますよ。で、手首パーツですね。ここのところに、1番がジェミニサガ、2番がアリエスムー、3番スコーピオンミロ、4番サジタリアスアイオロス、5番バルゴシャカ、6番ピスケスアフロディーテ、7番キャンサーデスマスク、8番カプリコーンシュラ、9番レオアイオリアと。こういう風に番号が振ってあると。で、アルデバランはないんだねっていうね。あとはカビもないですね。はい。まあそんな感じで、ちょっと足りないですね。まあ一応こんな感じでありますよと。はい。なので、この番号に該当するやつに組み付けることによって、付属の武器ですね。スピアとか、シールド、トンファーとかね、こういうのを付けることができるというふうになっております。はい。
で、組み付け方に関しましてはこちらですね。まずは、まあ、上半身引っ張ってね、隙間を作ってあげて、そこに腹部パーツをつけますよ。胸部パネルをつけて背中にパーツつける。で、その時にトリプルロットですね。こちらからパーツを取りますよと。で、肩つけて、ボディつけてみたいな感じで組み付けていくよと。で、足ですね。ここのところとここに、ソードとね、トンファーの収納状態のやつを入れるとか、前腕にはツインロットの収納形態を差し込みましょう。シールドとかね、武器の展開に関しましてはこんな感じで載っておりますよと。で、次にね、こちらのところにオブジェ形態の組み立て方が載っておりますよと。まあ、これはね、次回やります。はい。で、裏がこういう風な感じの説明書です。で、こちらですね、クロス分解図はついてきませんので、確かリバイバル版か何かにはついてきたと思うんですけどね。まあ、一応こんな感じのね、流れとなっております。はい。ではですね、早速ね、こちらね、装備やっていきたいと思いますが、よっこら、しょいと。こちら、道具本体となっておりますよと。はい。まあ、これはね、いつもの素体となっておりますね。とりあえずこれがね、軽装状態というかね、素体ですよと。まあ、これはね、後期モデルっていうかね、になっておりますんで、この辺がですね、見た目が良くなっております。最初の、ジェミニーサガとかね、あの辺はね、ちょっとここの部分がね、よろしくないんですが、こんな感じ。ただ、これもですね、身長が確か高いはずなんですよね。他と同じぐらいの身長になっているので、本来ね、瞳孔でちょっと小さいはずなんでね、それが再現されてないのがちょっと惜しいポイントですね。なので、こちらのね、セイントクロスバイス EX のさらに後がね、出ればね、その辺がね、再現されればいいと思いますからね。まあ一応こんな感じの素体ですよと。で、パーツの付け方に関しましては基本的に従来と同じなので、とりあえずね、いつもの通り付けていきましょう。とりあえず不要パーツとしては手首パーツはとりあえずいらないので、ここから取ってしまいましょうかと。で、マスクをね、つけるかどうかですね。マスクをつける場合は、もみあげを外し、前髪パーツ、後ろ髪を外しますよと。そして、専用のやつに変えると。まあ、両方ね、やっていきたいと思います。はい。で、とりあえず、マスクなしの状態は最後にしたいと思いますんで、まあ、先ほどもね、言った通り、この辺全部ね、買いたいですね。で、これ全部バラしまして、髪の毛パーツをすべて取っ払ってしまいまして、専用のね、もみあげパーツを用意しておきましょう。とりあえずもうつけておいてもいいかな。はい。で、これもですね、ちょっと、もみあげパーツではなく、顔がね、ちょっと大きいっていうね、そんな感じの部分もありますんでね。まあ、この辺もちょっと考慮されたやつが、今後ね、新しく出てもいいのかなと思いますね。はい。で、とりあえずこんな感じで素体が準備できましたので、次にですね、足からつけていこうかなと。で、つけ方に関しましてはね、従来と同じやり方でいきたいと思います。とりあえず、ここからね、引っこ抜きますよと。で、ここに対してパーツをつける。ももパーツがこちらですね。で、ラインがですね、1本2本っていうのが確かあったはずなので、ライン2本ですね。とりあえず今持ってるやつがライン2本です。それが左ですね、になっておりますので、左足にこういう風に入れるよと。で、こちらね、スネパーツをここに入れる。そして、これを差し込みます。多分、入ると思います。はい、入りましたね。これはですね、過去に紹介したものということで、まあ、ある意味中古品みたいな感じになってるんで入りますけど、新品だとね、どうしてもここ硬いので、抜くのもそうですけど、入れるときにですね、ぐにゃっと曲がってね、パーツがぶつかって破損する危険性がありますので、つけるときにはこういう風につけて、こちらね、スネアーマーをつけて、膝を曲げますよと。で、この辺をね、支えにしてあげて、足をここに入れるっていうね、そういう風にした方がいいと思います。はいと。これですね、ももパーツもこういう風にね、ずれますんでね、ここの部分、ガタガタね、ずれるのが気になる方は、間にですね、スポンジか何か挟んでね、摩擦を増やしてあげればいいと思います。はい。一応これでね、足のパーツつきました。で、まだ衝撃がね、加わりますので、膝はね、後にしたいと思います。はい。で、次に胸部パーツね。とりあえず、ガッと引っ張ってね、ここのスペースを作ります。で、こちら腹部パーツなので、こちらをね、ここに入れる。で、背中のパーツを入れましょう。で、これがですね、セッティングが完了したら、こういう風に下げましょうと。はい。私はこういう風にやりますけど、まあ、これですね、下から上に入れるときに、ここの部分がね、擦れて傷つく可能性がありますので、一応こんな感じで入れましたと。で、これができましたら、胸部パーツですね。胸部パーツに関しましては、背中が開くタイプですね。こういう風に開いてあげます。で、ここにくぐすと。で、その時腕ですね。腕を前にやったりとかしながらね、干渉源を回避させながら、うまく入れてあげて閉じましょう。マントにする場合は、あとここにね、マントをつければいいですけど、とりあえずこいつにしたいんでね、これをこのままここにパチッとつけてあげると。一応これがね、ガタつき防止のね、パーツとなりますよと。はい。で、マントにもね、同じようなものがついておりますので、それがですね、ぐらつき防止のね、ストッパーになってくれるという感じですと。はい。
で、これね、胸部パーツ来ましたので、腰を行こうかなと。で、腰パーツがこちらですけど、ここですね、真ん中のところにね、開き止めがついておりますので、これを外しましょう。で、開くと。で、これ開くときにこのパーツが外れたりとかね、するので、いろいろですね、干渉源はあらかじめね、外しておいた方がいいと思います。はい。で、こういう風に外して、ここをね、大きく開いてあげましたら、あとはね、背中にっていうかね、後ろにある穴のところで刺しましょう。で、閉じる。で、あとこの状態で開き止めのパーツですね。こちらのロックパーツをここに入れると。で、これ入れるときに、胸部パーツっていうかね、腹部ですね。そこのパーツのところにぶつかってね、傷ついてメッキが剥がれないように十分注意した方がいいと思います。で、これですね、やるときに非常にやりづらいと思うんであれば、サイドアーマーとかもね、一回全部外してしまって、このリング部分ですね。ここだけの状態に仕上げた方が楽かもしれないですね。これですね、どうしても順番的には腹部をね、先に入れないといけないので、非常にやりづらいんですよね。で、あと、ここの今、つけているね、開き止めのパーツに関しましては、これ、プラスチック製なのでね、変なやり方すると広がったりとかね、欠けたりする可能性がありますので、十分注意ですね。で、入れてあげるとこのような感じ。で、ちょっとももパーツですね。やはり外れやすいですね。うん。何かしらの対策は必要だと思います。はい。で、あとはフロントアーマーをここにね、パチッと入れると。で、パチッと入れるのはいいんですけど、ここのね、C 型フック、劣化してるとね、これ割れますんでね、ここの部分十分注意しながらね、カチッと入れてあげましょう。はい。一応こんな感じでね、つけてあげると腰パーツが入りましたと。で、次に肩ですね。というか腕いきましょう。腕に関しましては二の腕のところにこちらのパーツを入れますよと。で、肘をここにね、曲げた状態にしてあげて、ここに前腕パーツを入れると。これがね、ここに入りますよと。で、手首パーツをつけると。で、手首パーツに関しましてはね、とりあえずグーでいきたいと思います。こちらですね、グーパーツをつけたいと思います。で、つけ方はね、今やってる通りですけど、肘曲げて、ここをね、サポートしてあげて、ここにプチッと入れると。で、どうしてもですね、こちらですね、内側にね、油がついてると滑るっていうのもそうなんですけど、この辺がですね、ドドンと押されてね、抜ける可能性がありますんで、ここら辺をね、サポートしてあげた方がいいと思います。で、手の甲のパーツをつけるよと。こちらの手の甲のパーツに関しましては、今回ね、1個ずつしか出しておりませんけど、一応予備がちゃんとついてきておりますんでね、しっかりと、まあ、なくしても大丈夫なようにはなっておりますよと。はい。一応こんな感じでね、左腕つきましたと。で、これでね、腕のパーツがついたので、あと肩アーマーですね。これを横からね、こちらの部分に対してパチンと入れると。このパチンと入れるときには、フロントアーマーと同様にね、劣化してくると割れちゃいますんでね、十分注意しながら入れてあげましょう。はい。これで左側ね、つきましたので、右の方もですね、ささっとつけてしまいたいと思います。はい、右の方もつきました。そしたらですね、マスクパーツをつけようかなと思うんですけど、マスクに関しましては説明書の方ではね、これただ単に上から刺せってなっておりますけど、サイドパーツが外れたりとかしますんでね、やりづらいんであればサイドパーツ外した方がいいかなと思いますが、これただね、上からズボッと被せてあげましょう。で、頭部パーツもですね、全部抜けますんでね、一旦引っこ抜いた方が楽なのと、やはり劣化が結構来てますね。ポロポロ取れますね。なので、そこの部分をね、十分考慮しながら差し込んであげて、で、あとはこれをね、戻してあげましょう。これですね、もみあげパーツっていうか、軟質素材とね、このメッキパーツとかがね、接触してると、色移りとかね、する危険性がありますんでね、まあその部分はちょっと十分注意した方がいいと思いますけど、はい。一応これでね、マスクありにできましたと。で、シールドに関しましては、どうしようかなと、ちょっと悩んでおります。以前はですね、確か両腕にね、つけただけだったと思いますので、今回はね、左腕にはシールド、右の肩にシールドという形にしたいと思います。で、さらに、こちらですね、トリプルロット。こちらからね、このパーツを取りましょう。説明書の方では、一つのね、トリプルロットから取るような感じで書いてますけど、一個から取れますんでね、両方取ってしまって、あとはここにね、差し込んであげれば、ここにね、マウンド状態にできるという形にはなっておりますよ。はい。こんな感じで付けましたと。で、あとは、とりあえず衝撃はもうなさそうなので、膝アーマーは付けてしまおうかなと。ここで膝アーマーがね、もっとガチって止まってくれるようになってくれれば、ももがね、下に下がったとしても気にならなくなるんですよね。まあ一応こんな感じで付けてあげて、で、あとはオブジェフレームですね。こちらのところについているこいつをね、引っこ抜きます。反対も同様に引っこ抜いてあげて、シールドにしましょうよと。はい。あとはこれをね、刺すだけです。取り付けるポイントはここですね。こちらのところに穴がありますので、
カバーを外してそこに対して差し込むだけです。今度肩ですね。肩もここのところにちょっとね色味が違いますけど、ここについてるパーツをここから引っこ抜くと。でやりづらいんであれば裏側ですね、ここから押すことができますんでね、こういう風に押し込んであげればこのカバーパーツ取れますんで、取ってあげて、あとはここにねこちらのシールドを差し込んであげることによって、このような感じでねシールドを取り付けることができました。はい、ちょっと知識がないんでね、あと記憶がちょっと曖昧なんですけど、原作版がこの形、アニメ版が両方腕についてるとかね、確かそういう微妙な違いだったと思いますね。はい、まあ、一応こんな感じでね選択式で組むことができるというふうになっております。で他の武器に関しましては付属の手首パーツですね。この手首パーツを使って、今ちょっとねパーツが足りませんけど、この辺をねグッと持つことができればトリプルロッドをね装備することもできますし、こちらですね、ヌンチャクに関しましても同じような感じで頑張って差し込んであげればつけることができると。でソードも同様ですね。この辺がですね柄の部分が外れるとかだと組み替えが楽なんですからね、そういうのは特にできません。でトンファーも同様にね、ここにズボッと差し込んで保持させるっていうね、まあ無理やりつける感じですね。でこのグリップパーツ、これを直接ね保持させて、今肩についているシールドですね、これをつけることによって盾をね手で保持させることもできますし、あとはこれ以外にですねチェーンがついているやつがありますので、ね、それをつけることによって投擲状態というかね、その状態のシールドを再現することができますし、長いですけどねこちらのスピアですね、これを持つこともできると。でこれなんですけど、ちょっと問題点がね1個ありまして、ここの軸はね金属製です。ただ下のこちら、これプラ製で、内側にねちょっとねメッキがかけられてる関係で、ちょっとね負荷かけると割れちゃう可能性がありますんでね、きついなと思ったら無理やりねやるんではなく、ちょっとね穴をね広げてあげた方がいいですね。でこういう風につけてあげると、これでねスピアの方が完成するという形になっております。はい、一応こんな感じですね。武器の保持に関しましても、まあ大体いつもの形でね持たせるだけなんで、とりあえず問題はないと。ただこちらのですねクロスの問題点の一つとしまして、こちらにね転がっております収納状態のパーツですね、こちらをね取り付けるのがちょっと厄介なんですね。というのもこことここですね、まずは側面、こちらのところにはトンファーの収納状態ですね、トンファーの収納状態というのがこちらで、トゲトゲがね上になるような感じでここにね差し込んであげましょう。でこちらのね平べったい板、これがねここに入ります。同様にねここも同じ感じで入れますよと。でこれはですねとりあえずね足が地面にね接触していればこんな感じでね問題なくね保持できますけど、問題はここなんですよね。前腕のところに取り付けるこちらツインロッドの収納時ってここに入れるんですけど、これってほとんど保持力ないんですね。ここのね収納スペースのところにただ差し込んでるだけなので、これ肘曲げたりとかすると全部ポロポロ取れますんで、内側のところに何かしらのね固定ギミックが欲しかったなって感じですね。摩擦でしっかりとギュッとね止まるとか、そんな感じのものがねありませんので、この辺ね全部ガタガタするしねぐらつくんですよね。で非常にちっちゃいので知らないうちになくなってるとか、予備がないのでねどうにもならなくなる可能性がありますんでね、ここは内側ね何かしらの処理がしておいてほしかったなと思います。はい、でこちらなんですけど、このライブラ銅鉱の発売以降同じような感じでライブラ支流っていうのがね魂ウェブ商店受注生産品でね後々出ますけど、その時もね変わらなかったんですよね。後期モデル的な感じで出たらそこは変わっててほしかったんですけど、結果変わらず出ちゃったんで、ちょっとそこがね惜しいなと思いますよね。はい、まあ、一応こんな感じでね収納時のやつもマウントすることができるというふうになっておりました。ではですね最後にねマスクなしと表情パーツの交換をねお話しして終了したいと思います。まずはですね表情パーツのお話いきたいと思いますが、表情パーツは全部で2種類ですね、こちらとこちらというふうに2種類あります。まあ目線に関しましてはね基本的にね正面目線しかありませんので、まあ全体的に扱いやすく、真顔と方向フェイス、そして目閉じというね非常にバランスのいい表情パーツがついてきておりますね。はい、で表情パーツの交換をするときには全部バラさなきゃいけないのがちょっと面倒くさいかなと思いますね。とりあえずこの目閉じにして終了したいと思います。それに合わせてマスクなしのねこちらの髪の毛パーツにしたいと思いますよと。でマスクパーツに関しましてはねただここから引っこ抜くだけです。表情パーツはここから取りますよ、もみあげも外すと。まあこれはね最初のね組み付けの時の逆手順になっておりますんで、とりあえず問題なしですね。であと表情パーツをセッティングする、もみあげですね、
これですね、内側に刻印が確かないので左右の判別がね、まあ、ちょっとやりづらいんですけど、ただ単につけていけばね、形状で合いますんで、とりあえず問題はないのかなと思いますが、こんな感じでつける。であとは後頭部のパーツをね、ここにくっつけて、であとは前髪パーツを戻してあげれば、これでねマスクなしにできるという感じとなっております。はい、まあ交換時代はね全部バラさなきゃいけないので、ちょっと面倒くささはありますけど、まあいいんじゃないでしょうかね。まあちょっとね、今どちらかというと問題点になっているのはこちらですね。このサイドパーツが外れるとかね、ここの角飾りというか、この辺がポロポロ取れるのが非常に気になるんでね、ここはまあ抜けない構造になっててほしかったかなって感じですね。確かこのパーツ、オブジェ形態にするときにはね、特に分解の必要性はなさそうなんでね、まあこの辺はちょっと気になる感じですね。はい。で、とりあえず今回つけませんでしたけど、マントに関しましては、背中ですね、ロック機構のパーツの代わりにつけるだけなので、とりあえず問題なくね、つけることができるかなと。ただ関節がね、結構弱ってきておりますので、組み替えの時にね、崩れたりとかね、それの影響でね、いろいろ破損する危険性がありますので、十分注意した方がいいと思います。それと、長期間飾る場合はね、当然ながらね、ちょっと立たせにくいので、専用のね、台座とか、魂ステージとかを使った方がいいですね。はい。あとはマント、ちょっとチラッとだけ見ましょうか。よいしょと。マントに関しましてはね、ここのキブ部分が今回のね、ライブラ仕様に変わっておりますんで、専用のものですね。なのでこれをパチッとつけてね、ここのところに、このね、トリプルロッドのこの持ち手部分、これをね、つける必要性がありますよと。まあ根元が稼働するとかね、開くとかね、この辺に関しましては従来と同じものですけどね。はい。一応こんな感じのものが付属しておりますので、満足度はね、高いと思いますね。武器に関しましてもね、しっかりとね、付属しておりますので、組み合わせることによってね、また違うね、表情が見れるのかなと。さらに、他の球体分のね、ゴールドクロス用の手首パーツ、これも付属しておりますので、それにね、取り付けることによって、全員ね、武器持ちにすることができるとかね、そういうような連動ギミックがあるのも結構いいかなと思いますね。はい。ただまあ、完全リニューアル商品を紹介しているわけではありませんので、過去に紹介したやつをね、そのままね、再レビューという形でやっておりますので、変更点とかね、進化している部分はありませんけど、やはり気になるのは収納時のパーツですね。この辺のパーツがやはりしっかりとね、保持されるっていうよりも、ただ単に収めてるだけなので、転倒とかね、それによってこぼれてなくなるとかね、そういう危険性があるので、まあこの辺のね、ロック機構ですね。その辺がね、もともとしっかりとしていればね、もっと良かったかなと。一応ね、こういう風にね、ちっちゃいやつで再現されておりますけど、まあ、収納時のことを考えるとね、ここの内側のところに軸が生えてて、これ単品はこれ単品。取り付けるときにはね、ここからポンと取ってね、外に見える部分だけ差し込んで、収納状態を再現するとかね、そんな感じのギミックでもね、良かったような感じがしますけどね。まあ一応こんな感じでね、設定通りのものが、とりあえず再現できていること自体は良かったと思います。はい。ということで今回ですね、セイントクロスマイス EX のライブラ動向ですね。こちらの方のゴールドクロスの装備ですね。それから、各武器のね、取り付け方とか、表情パーツとか、そちらのね、交換方法とかをやっていきました。はい。これに関しましてはね、再レビューという形で紹介させていただきました。はい。ということで、次回ですね。次回はですね、こちらのね、今装備状態になっております、ライブラのゴールドクロスですね。こちらの方を分解していきまして、オブジェフレームにね、組み付けて、オブジェ形態の方を作っていきたいと思います。はい。ということでですね、またこのような感じで、2022年もね、引き続き進めていきたいと思いますんで、お付き合いの方ね、していただければと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。